どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズです。はい、ハニーさんの登場でございます。ということは、夫婦でセッションやっていきたいと思うぞ。イエーイ。はい、今回取り上げたい曲はですね、もういきなりですけどこの曲です。ドン、ストーリー、愛さんのストーリーなんですけど、この曲はですね、とってもね、最近意味があると小杖さんにとって、はい、どういう曲でしょうか。どうぞ。この抑揚がすごい、ね、独特で、うん、歌のメロディーがね、そうで、あれをガズさんに特訓してもらったの。はい、この動画教えてもらったの。この動画皆さん見た、うん、ね、ボイトレ、そう、メロディー確認レッスンで、それをこうね、この動画でもいろいろわーとか言いながらやってて、で今はでアンプして歌えるようになりたいってその時言ってて、言っててね。でアンプしたの、全部覚えたの曲。そうすごいですね。はい、ということで今日はそのお披露目会と言いますかそれをやっていこうと思うんですけど、はい、とはいえね、家でやってるのとね、これカメラが回るとか、僕と一緒に歯はまるとかね、一緒に演奏するっていうのとまたちょっと雰囲気が違うから、うん、まあちょっとまあ見てほしいなというか、はい、このグルーヴをですね、皆さんと一緒に分かち合って、コードと歌詞出しとくんでね、はい、もちろん皆さん、私たちと一緒にね、セッションしていこうぜということなんですけど、ウクレレやったことない方、もう本当にすぐ簡単だから、ガズレレ YouTube で始めてください。概要欄にガズレレで始められるウクレレのやり方、URL 貼っとくんで、そこから始めていきましょうと。で、演奏した後にね、なんかいろいろお伝えしたい、お話もしていこうかなというふうに思うんで、最後までどうかご覧になってください。ひとまず、いきますか。はい。はい。じゃあ、こう、姿勢を正して、はい。愛のストーリー、夫婦でセッション、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ね、大変だったね。いや実はね、アンプしてるからっつって舐めてたんですけど、舐めてたわけじゃないんだけどね。いや、これね、全部ね、緊張してガラッとなんかひっくり返ってどっか行っちゃうね。どっか行っちゃってね。そうそう、それで俺もハモってるしね。そうで、できたと思ったら今度僕が間違えたりなんかして、なかなか大変で、 T シャツがもう汗だくなってしまうぐらいやってです。今やっと、いい感じで収まりました。いや、よかった。でもよかった、今の。よかった、演奏はね。気持ちよかった。この曲はね、ほんと気持ち、もう奥が深いの。
ぜひみんなやってみて、もちろんこのね、ガズレレレッスン動画見てもらって、でもね、このレッスン動画よりね、今の演奏の方が歌のタイミングが合ってるんだよね。そうなんだよ。まあちょっとさ、この曲ぜひみんなもやってみてよ。アンプしようと思ったら大変ですよ。僕も結構、もう8割ぐらい覚えてんだけどね。細かいところのニュアンスと、あと一番あのブリッジパートの一番あの盛り上がってて歌いたいところでコードがワンワン変わるから、あれでね、ちょっとね、そうなんだよね。だからこれを本当に真の底から覚えたらすごいよ、ね、すごいね。だからまだ小杉さんは一人でリビングルームで自分だけで歌ってる分には良かったけど、お音符なんつうの、なんつうの、音楽とアンプの奥の深さだよね。あとやっぱりどっかでまたね、癖が戻ってるのよ。そう、前に間違えて覚えてたメロディーが出てきちゃうよね、こういう時に。わかるわ。いや、そんなことでね、いや、なかなか夫婦でセッションって、ほら夫婦でセッションも別にこんなには合わせないからね。そう、がっつりはハモってさ、うん、まあやってね、あ、気持ちいいって思った瞬間にもう忘れてるわけだから、これはね、でもある。でもまあまあそういうのもね、やっぱこれもなんていうのかな、音楽のまあ奥深さでありね、お楽しみだよね。だからよく最近言うんだけど、そのガズラジ、僕あのラジオ配信してるから聞いてね、毎朝スタンド FM で、そこでもねよく言う話なんだけど、そのすぐできちゃうものって楽しくてノリノリだけど、でもねつまんなくなっちゃうんだよね、うん、例えばスーパーマリオブラザーズが30分で全部クリアしちゃったら面白くない、うん、あのドラゴンクエストがさ、うん、1日でクリアしちゃったら面白くないよあれ、うん、だからやっぱうわーとか言いながら、うん、もうやっぱずっとかけてさ、うん、でやるのがいいわけで、音楽もそうで、だからサザンの桑田さんもビートルズの、ね、ポールマッカートリーも全てのミュージシャンはゴールなんかしてないと思うんで、うん、まだまだその愛しのエリーをもっとよく表現しようとか、そういう風にミュージシャンって思ってると思うし、まあそういうのは僕らもね、そのトップミュージシャンたちと変わらないと思うんだよね。だからまあそういう、まあとはいえそのレベルは違うけどそう、まあ勉強になったね。まあだけどやっぱトライするっていうことはやっぱり大事だから。いやでも本当にね、あのオリジナルのイントロ、うん、かっこよかったしね、うんうん、なんかイントロどうしようかなと思ったんだけど、まあ、あの夫婦でセッションだしね、うん、オリジナルのちょっと自分たちがテンション上がる雰囲気でやってみようかなということでやっていました、はい、一応タブーも書いておいた、うん、あの僕のオリジナルのメロディーですけどね、うん、はい、あれいいんだね。そう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 、で、あそこでちょっと気合入れといて、こう限られたとか、歌詞がまたいいんだよね、サビでさ、君が私を守るから私が君を守るに変わっちゃってる、うん、まあこういうところもね、まあまあだからアンプスタートを張り切って言っていたけれども、そのもう次のレベルにいた、うん、いった ね、この曲は頑張る。そうするとなんか家とかね、どっか公園とか行ってウクレレ持って、旅レレ持って行った時にさ、うん、これずっと歌ってりゃいいんだもんな、うん、そういう、まあ、音楽の楽しみもちょっとみんなにしてほしいなと思うわけでございます。で、まあ夫婦でセッション、もうかなりやってます。そうだね。もう何年もやってんだけれども、ね、うん、再生リストがあります、それを見てください。そうするとね、2人でやる時のハモリのなんかこうポイントとか、うん、なんか1人では表現できない違う弾き方したりとか、うんうんうん、そういうね発見もあると思うし、僕らと皆さん合わせるとまた3人でのセッションになる。そうなんだよね。2人で見たら4人です。そうだね。なんでそんなセッションの題材にしていただいてもいいかなと、コードが一応出てるからね、はい、そんな感じでご活用してくださいと思います、はい、さあ、なんかもう本当にね、もうガーッガーッ全て出し切ったって感じのもうモードなんですけど、はい、はいはい、今使っていたウクレレ、こっちはハニーさんは薄レレのソプラノサイズで、僕はこれガズモデルのね、スタンダードのねコンサートサイズですけど、ただいまジーラボウクレレたち大好評販売予約受付期間真っ最中でございます。はい、この度スタートするジーラボ公式 LINE 登録、キャンペーンで登録してくれた人にはウクレレ購入で使う専用クーポン配布中ですので、うん、ぜひよろしくお願いします。あとこの黄緑色の本がね、とうとう予約スタートになりました。ソングブック6で、これ予約 Amazon で予約スタートになってるんですけどね、いつも言ってるように、オンラインじゃねえや、なんだ、インストアライブの計画があるんですよ。まだちょっと具体的になってないんで、そうしたらね、そこはね、例えばレコードショップさんとか書店さんとかの店頭で、ガズの、ライブをみんなで参加型のライブセッションを楽しめるんですけれども、うん、そこでね、参加するためにはね、そのお店でのね、購入と予約が必要になるんで、Amazon で予約しちゃうと 2冊も3冊もなっちゃって申し訳ないなと思うから、もうちょっと待ってもらってもいいかもしれないな、というのが一個と、あと、ガズレレのこの本たち、ガズレレのリットミュージックの本たちが、リットミュージック社さんだけで20万部突破というとんでもないことになりましたです、ね、今年の8月に20万部ガズレレ本突破記念キャンペーン開催決定しています。そこではね、なんかこう、皆さんに
あの期間中に、その期間中に指定の店で買ってくださったら、ガゼレレ本をね、どのガゼレレ本でもいいですよ。そしたらね、あのプレゼントがもらえたりとか、なんか応募して抽選でなんか商品当たったりとか、そんなのもありますんで、それをちょっとね、期待してる方は予約しない方がいいよ。その店頭で、そのキャンペーン中に買った方がいいんで、8月まで待ってくれてもいいかなと思いつつも、そう言いながらも、アマゾンで予約してほしいなという、このね、切ない気持ち。はい。で、だけれども、そうこう言ってるうちに、アマゾンで、今予約段階でベストセラーに なっちゃったんです。ありがとう皆さん。予約でベストセラーなんてね、なかなかすごいですよ本当に、うん、そのぐらいね、皆さんに笑顔を生んでいるこのガズレレのね、リットミュージックから出ているこの本のシリーズなんですけど、うん、はい、8月17日に新しい黄緑色の本がリリースされるということで、よろしくお願いしますということだね。はい、はい、まあまあ盛りだくさんで進めてますけど、もうふと気づけばもう6月も終わりよ。そうなのよ、7月よ。そうなのよ。今日は天気いいけど、まだ梅雨のど真ん中でね、うん、またどんどん進んでいきます、はい、これからウクレレにぴったりな暑い夏がやってくる。夏いやつがやってきます。確かに、はい、そしたらまたもうウクレレに持ち出して、もうみんな外に行こう。外に、外レレがね、そう、外レレがいいと思います。旅レレもね、大好評。旅レレちょっとね、すごいご注文いただいてましてですね、ちょっと納期の確認をしてもらいたいんですけど、ぜひね見てみてくださいということでございます。で、まあご機嫌ガズレレデイズも読んでもらいたいっていうのはいつも言ってるんですけど、うん、これはね、まあまあいい本ですよ。主婦の友社から全国発売。これエッセイ本ですからね、こっちは学部の本じゃなくて、はい、もう伝えたいことばっかりで困っちゃう。はい、でも今日はちょっとやり尽くした。やり尽くしたね。やり尽くした。はい、今日はちょっと2人でもうまったりモードで、ね、熱量を高めすぎて、愛のストーリーで、はい、まあでも本当いい曲だからこんなにね、うん、こうトライできるわけでね、はい、ぜひ皆さんも一緒にやってみてください。よろしくお願いします、はい、さあ夫婦でセッションもまたこんな感じでね、気ままに継続していこうと思いますんで、よろしくお願いします。ガズレレはどんどん公開のレッスン動画公開していきますよ。よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。